双葉町情報 FM いわき発。この番組は双葉町の皆さんへ情報やメッセージをお届けする番組です。双葉町役場からの最新の情報はもちろん、双葉町民からのメッセージなどお役立ち情報とともに、双葉の今の声をお届けします。双葉郡双葉町、双葉町民の皆さんへ様々な情報を発信している双葉町情報 FM いわき発。まずは双葉町役場からの情報です。はじめに生活サポート補助金臨時窓口開設のお知らせです。10月3日から生活サポート補助金の申請受付を開始しております。これに伴いまして、交付申請書について相談できる臨時相談窓口を開設します。提出書類の書き方や申請できる内容などを対面で詳しく相談できるので、ぜひご利用ください。開設場所と期間は、郡山支所は11月14日月曜日から11月18日金曜日まで、さいたま支所は11月28日月曜日から12月2日金曜日までです。時間は各窓口いずれも8時30分から午後5時までですが、土日祝日は開設しておりません。またいわき事務所においても常時相談を受け付けておりますので、ご利用ください。なお、双葉町生活サポート補助金コールセンターもご利用できます。コールセンターの電話番号はフリーダイヤル 0120-280-707 番です。詳しくは広報双葉11月号に掲載しておりますのでご覧ください。おしまいに、健康福祉課からインフルエンザ予防接種の助成についてのお知らせです。まずはじめに、小児インフルエンザ予防接種費用の助成についてです。対象者は双葉町に住民票がある方で、生後6ヶ月から13歳未満の方は2回、13歳以上中学3年生の方は1回の助成回数となります。1回につき2000円を上限に助成しますので、助成申請書に記入し、領収書、接種を受けた証明となるもののコピーを添付の上、健康福祉課に申請してください。次に、高齢者インフルエンザ予防接種費用助成についてです。対象者は双葉町に住民票がある満65歳以上の方、満60歳以上65歳未満で、心臓、腎臓、呼吸器及び免疫などの機能障害があって、身体障害者手帳1級をお持ちの方です。助成回数は1回で全額助成します。福島県内で接種する方には個別に予診票をお送りしておりますので、医療機関で予約の上接種してください。福島県外で接種する方は避難先市町村で接種できますので、予防接種担当課にお問い合わせください。接種費用の自己負担が生じた場合は、自己負担分を全額助成しますので、助成申請書に記入し、領収書と接種を受けた証明となるもののコピーを添付の上、健康福祉課に申請してください。小児・高齢者の接種費用助成には、接種期間と申請期間がありますので、詳しくは広報双葉10月号同封のお知らせをご覧いただくか、いわき事務所健康福祉課までお問い合わせください。以上、この時間は双葉町役場からの最新の情報をお伝えしました。続いて今週は双葉町の千木良隆さんにお話を伺いました。
それでは今日のこの時間は双葉町の千木良隆さんにお話を伺います。千木良さん、こんにちは。あ、お世話になります。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。早速ですけれども、千木良さん、はい、お生まれになったのはどちらなんですか？生まれは群馬の前橋ですね。群馬の前橋で、はい、現在は、まあ、双葉町から避難をされて生活をしていると思うんですけれども、はい、どちらにいらっしゃるんですか？まあ、隣町の伊勢崎市というところに。なるほど。はい、そして今日お話を伺う内容が、それを踏まえて皆さんお聞きいただきたいんですけれども、はい、双葉町交流会 in 群馬県高崎市ということで、高崎市で行われる交流会についていろいろとお話を伺っていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。千木良さんが群馬出身ということもあってね、はい、まあ、そういう流れでこの交流会を開催するにあたったわけですけれども、ちなみに千木良さんは双葉町での生活はどのぐらいだったんですか？群馬よりは長くて40年ぐらいですね。40年ぐらい、はい、群馬と20年ぐらいですから、はい、約その倍ぐらい。じゃあ現在戻られて生活をしているっていう感じではないですかね？そうですね。まあ、町並みも変わりましたか？街並み変わってますね。っていうのと、買い物なんかだとその、まあ、店なんかにこう行かざるを得ないんですが、はい、結局その、街の雰囲気、昔の道路はこんな感じだったかなっていうのがあるんですけど、やっぱりその道路が広くなったり、はい、車の数が多くなったり、でそこら辺で、あと柳並も変わってますし。そうですよね。やっぱりあの浦島太郎さん、ね、そういう状態なんですね。そうですね。まあ、双葉町で40年生活されていたということですからね。そうですね。群馬とはやっぱり気候も違いますでしょう。そうですね。あの、一応今私伊勢崎市に住んでるんですけど、はい、あの、まあ、日本一暑い町っていうのが、群馬県だと、館林市。館林、はい、はい、うん、これは多分皆さん聞かれると思うんですが、よくニュースで見ます。ニュース見ますよね。はい、はい。で、まあ、館林とほとんど変わらないっていうか、5本の指ぐらいに入る暑さですんで。夏は暑い、冬はどうですか？冬はやっぱりか、あの、上州ってのはカラッカゼっていう、うん、まあ、群馬は上州って言いますから、はい、まあ、からっ風ですね。本当に強い、まあ、あの風が、はい、畑の砂を飛ばすぐらい。あら、まあすごいですね。でも風が強いと体感温度も下がりますよね。下がりますね。ねやっぱりこれがやっぱり厳しいっていう部分になりますかね。でもそういった場所でね、双葉町の方、生活されている方が、おられますので、ぜひこの交流会にね、はい、参加していただきたいなと思います。そうですね、はい、交流会の開催日時なんですが、こちらでご案内いたします。はい、平成28年の11月の14日月曜日、時間は、はい、午前11時から午後2時頃までということになりますね。はい、会場が群馬県高崎市南公民館です。会費が1000円程度かかりますが、はい、この会費1000円の中にはお昼ご飯も含まれてるんですね。これ入ってますね。そうなんですよ、はい、なので美味しいお昼ご飯を召し上がっていただきます。ということで、ぜひ11月14日月曜日お時間作っていただいて、高崎市で、双葉町の皆さんお集まりいただければと思います。お申し込みはどうしたらいいですか？ね、一応この、まあ、パンフレットに、まあ、パンフレットをですね、はい、双葉町の方から配られてますタブレットの方で、はい、あのイベント情報に載せますんで、はい、でイベント情報に書かれたところの、まあ、私もしくは、双葉町の復興支援員、はい、サポの方にですね、はい、電話をしていただければありがたいんですが、はい、じゃあタブレットからお申し込みいただければ。そうです ね、 ね、イベント情報のところ、はい、ぜひご覧になってください。そうですね。じゃあどんなの内容なのか、まあ、どんなことするのかっていうのも気になるんですけれども、はい、千木良さんが群馬出身ということで、群馬の美味しいものを紹介してくださったりもするんですね。はい、そうですね、うん、例えばどんなものがありますか？例えばですね、あと、まあ、群馬県内ほとんどのところにあるんですが、はい、焼きまんじゅうっていう、うん、あの、まあ、群馬のソウルフード、焼きまんじゅう、うん、はい、あの一応、まあ、小麦粉をこねて、はい、まあ、まんじゅう風に
してですね、はい、でそれを串に刺して、串に刺して団子みたいにして、はいはい、団子みたいな感じですね、はいはい、あのまあ、団子よりはもっと平べったい感じなんですけど、へでそれを、まあ、1人1本なのか2本なのかなんですけど、うんうん、そんな感じで、まあったかいものを食べたいなっていう、へ美味しそう、ね、これやっぱりお店によってまた味が違うんですね、味が違うんですね、それをチョイスしてくるのはちぎらさんですね。ふたさぽの人たちにお願いして、お願いしてるんですね。なるほど。ふたさぽの人たちがあの、うん、あったかいものを買いに、あのいいです、ね、焼いたばっかりのものを持ってきますっていう話をしてもらったんで、はい、楽しみにしていていただきたいと思います。楽しみですね。それからお弁当はどんなものなんですか。それとあとはあの、うん、まあ、トリヘイっていうメーカーが群馬にありまして、はい、あのまあ運動会とか、うん、あのなんかこうイベントがあると、うん、大体出てくるのは鳥兵っていうところの、あの鳥弁当なんですね。鳥飯なんですね。鳥飯ですね。美味しそう、ね、群馬の人にとっては普通の、もう本当に知られてるものなんですね。知られてるものですね。大人気なんですね。そういうもの、そういう人気があるものを、うん、まあ、今回チョイスしてみますかねっていう話で、うん、そうですね、ぜひ召し上がっていただきたいと思います。そうですね、まあ、でも、 もう最大の目的は交流する、仲良くみんなでおしゃべりしましょうってことでしょうね。そうですね、うんうん、で、まあ、そういう先ほどの、まあ、焼きまんじゅうとか、うん、その鶏飯をですね、はい、あのつまみにそのみんなで 話をする上で、うん、こう集まって話をできるといいかなって、うんっていう感じですね。そうですね、まあ、なんかもやもやしてることとかも吐き出してほしいですね。そうですね、うん、まあ、あの実際にあの福島と、まあ、群馬自体が、うん、やっぱりその習慣っていうんですかね、はい、まあ、先ほどの温度だけじゃないですけど、うんうん、まあ、人の動きなんかもちょっと違ってる部分、うん、私も感じますん で、はい、でそういうことを考えるとやっぱり皆さんにと集まって喋って、うん、あの同じ経験をしたよとか、うん、あとこういう経験の時にこうしたら ようまくいったよっていうような話があればね、うんうん、はい、そんな話もしてみて、うん、また皆さんでこうワイワイガヤガヤって言われてたんで、うん、そうですね、喋れればいいかなって感じですね。はい、それが交流会ですからね。そうですね、皆さんね、本当に集まっていただきたいと思います。そうですね、はい、じゃあ、 あの準備も大変でしょうけれども、この後も頑張ってくださいね。はい、またよろしくお願いします。はい、ちぎらたかしさんでした、はい、ありがとうございました。はい、ご苦労様です。双葉町情報 FM いわき発、この番組は双葉町民の皆さんへ双葉町の情報を FM いわきからお届けしました。